はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はブレインマッスル高校デビューガチャ、こちらのガチャを引いていきたいと思います。まあ、いよいよねブレインマッスル高校配信開始となりまして、まあ、それに伴い、ブレインマッスルキャラが、4キャラデビューガチャとして追加されてます。休息の、お姉ちゃんと、精神の能美さんで、筋力の一条で、マネージャーのひらめきビビちゃんと、いったところになって、まあ、この4キャラはねどれも強いです。まあ、どれが出ても全然いいキャラだと思うんですけれども、まあ、その中でもやっぱりね、能美さんが、頭一つ抜けてるかなというところは、感じます。で、まあ、各キャラについてはね、サクセスをやりながら、お話をしていきたいと思いますので、今回は、ガチャで、初回10連を引くとパワーストーン200個で、バナーキャラ PR 以上1枚確定で SR の出現率は2倍で、2回目がパワーストーン230個で SR 以上の、イベキャラが1枚確定で、3回目になると、バナーキャラから SR 以上1枚確定という感じになってますので、まあ、3回目までは引いていきますと、いうところで、じゃあガチャの画面に行きましょう。あ、そうそう、あとねウィークリーガチャっていうのも新しく追加されて、1週間に1回月曜かな、月曜の16時切り替えで、まあ、パワーストーン15個で引けて PR 以上のイベキャラが確定で、一応 SR の出現率も2倍になってますと、いうのができましたので、まあ、こっちも引いていきましょう。でウィークリーガチャについては一応毎週1回引いて、まあ、ちょろっと動画に流していこうかなと思ってます。ではガチャ画面に行きまして、プレミアムですね。どっちからいくこれはウィークリーガチャから引いていこうか。まあ15個だし1回いきます。ウィークリーガチャ早速引いていきましょう。まあ、PR はねもう完全に開放用の素材ですよね。まあ、そういったキャラが出てくれると嬉しいんですけど、ほい犬木ちゃん OKOKOK で、ではブレインマッスル高校デビューガチャに行きましょう。まず10連、ここはバナーキャラから SR じゃなくてごめんなさい、 PR 以上が1枚確定で SR の出現率が2倍ですね。では行きましょう。グッグッグッポーン、これはいいんじゃないの。1枚入ってますね。しかも最初の1枚に入ってるってことはブレインキャラ来たいきなり来た、ももみさんいいですね。これは嬉しいぞ。これなんかもう1回でやめたいっていうのもあるけど、まあ引きます引きます。 PR の右京だか、さっきもう右京とさ、さっきをさ全然見分けつかないんだけど左向いてるからこれ左京なのかなで田中山くんもいいですね。でレンジャーくんはちょっといらないで、マキシマムも、特に PR はいらないかな。まあ、今回ね能美さんが出てくれたんでもうこれだけで全然いいですね。まあ、もちろん他のキャラも、狙っていきますか。じゃあ20連目に行きます。ここも、SR が1枚確定しているので、まあ、誰が出てくれるかというところです。 2G グググ、キラーンなのよ、キラーンキラーンキラーン来ないなんでキラーン来ないのマジで。あ、モロイくんね、モロイくんもいいね。そうモロイくんはねあのコンボがあるんですよね、能美さんとそれが嬉しいですね。あ、木村ちゃんも、PR 来て、天城くんの、PR も来てますね。おお、悪くない悪くないというか全然いいよ。いや今回はかなりいいな。まあ、SR がね2枚入ってるとかはなかったんですけど、確定じゃないところでやっぱり SR が出てくれて、しかも能美さんだったっていうところが、すごい嬉しいですね。で、30連目に行きますので、まあ、これは、バナーから SR 以上1枚確定というところでやっていきましょう。あ、また虹出た、また虹出ただからここでキラーンよ、キラーン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 はない本当に PSR って出ないよね。まあ1枚1枚1枚できましたか。ほい一条、一条くんはね威圧感をくれるんでね。まあ、タックはね確かにちょっと弱めではありますけれども、筋力ポイントの基礎ボーナスが高いんで、まあ、かなり、筋力ポイントを稼げるといったキャラですねお姉ちゃんがいっぱい出てんな、3人もいる。
で、あとはそうですね、タンガチャの方もせっかくなんで引いていきますか。この流れで、タンガチャの方は初回のみ、20個で引けてバナーキャラから R 以上1枚確定というところになってます。じゃあこれは1回引いちゃいましょう。これはもうすっごい普通ですね。どなた？おねちゃん。おねちゃんはね、あ、でも PR か。本当にね、コツがね、めちゃくちゃ優秀だと思います。クイックを持ってるっていうのもね、すごい珍しいキャラですし、他のね、コツもかなり優秀なんで、まあ本当にね、この4キャラについては、全員強いキャラなので、特にね、能見さん当たりましたので、今回のガチャはかなりいいですね。じゃあ、能見さんと一条もレベルを上げて、次回はブレインマッスル高校サクセスの方をやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。